ニューヨークミッドタウンにあるヒューメインソサエティオフニューヨーク、動物愛護団体の運営する非営利の動物病院です。今年は暖冬の影響で増加したノミやダニによるアレルギー症状に苦しむ動物たちの姿が見られます。This year we're seeing more ectoparasites, which are things like fleas and ticks, than we've seen in previous years because of the warm winter. 治療するドクターの隣で真剣な眼差しを向ける日本人ドクターの姿がありました。添田慎吾さん、2000年に来米、この病院に勤めて6年になります。日本とアメリカ、動物医療に違いはあるのでしょうか。まあ、飼い主のカルチャーだとか宗教観も違いますし、で我々の医療を提供する側のビジネス観と、あとはやっぱりアメリカならではの法律ですよね、というのもありますので、そういった面から言うとかなりアプローチの仕方っていうのは変わってくるとは思います。進んでると思います。でアメリカはある程度の啓蒙活動が広がっているというのは事実あると思います。はい、この施設では動物たちのアドプションを請け負うシェルター部門と、低価格で診療を行うクリニック部門が連携した総合ペット医療が提供されています。添田慎吾先生はそんな病院で働く唯一の日本人ドクターです。ドクター添田は so good. He's the best doctor ever.飼い主さんの評判も、腕というかエクスペリエンスというか最高だと思います、はい、日本人だけではないでしょう、はい、各部署で引っ張りだこの添田先生、それでも疲れは感じないのだといいます。とにかくマルチな実力のあるドクターだと思います。休館の知らせに添田先生が慌ただしく動き出しました。来院したばかりの犬に緊急手術の必要が認められたのです。デイジーちゃんは9歳、小さな体が震えています。この日の検査から子宮蓄膿症と判明、一刻を争う処置が必要となりました。ここにブーンとしたやつですね、これが全部子宮に海が溜まったところですね。これから緊急手術、そうですね、はい。子宮蓄膿症はホルモンのバランスが崩れて子宮内に炎症が起こり、細菌が侵入し膿がたまる細菌感染症。避妊手術を受けていないメスの犬に多く見られ、悪化すれば命を落とす犬も少なくありません。小さな命を救うための大きな戦いが始まりました。そして手術は無事成功。 This went very well. So we're hopeful that she'll make a good recovery.数日間は病院で術後の経過を見守ることになります。そして2日後、飼い主のアシュリーさんがデイジーちゃんの引き取りに訪れました。 Oh my god! I'm sorry. What happened? It's been like over 2 weeks since I heard a sound from her. So it's like really... 順調に回復したデイジーちゃんはすっかり明るい表情になりました。飼い主さんも感無量の様子です。デイジーちゃん、元気になってよかったね。Even though, because I cried at the when I signed on, she got said this is gonna be the end of her, and he was just like the guy at the receptionist, he was just like we don't know that, and I had no money, so now it really worried me. I only had enough money to get on the train to get here because I'm only 18 years old and I just started working. Then I explained that to Anne Marie here over the phone, and she said bring her in, the money later, but the health is first. So.この病院で提供されている支払い補助のプランがまた新たな笑顔を生みました。デイジーちゃん、どうぞお大事に。取材班がデイジーちゃんの退院を見送って帰ってくると、添田先生はまた手術室に入っていました。次の小さな命を救うべく手術の準備です。ゆっくり食事をしている時間はありません。はい、完了です。無事手術は終了しましたが、ここで取材班は目を疑いました。すぐ次の手術を受ける動物がスタンバイをしています。手術終わってもうすぐ手術、そうそう、もうここも次とね、はい、エンドレスです。だから準備してる方が大変ですよね、次から次にね。手を消毒、手術着を着替え、添田先生は手術台へと戻っていきました。そしてまた次の動物がスタンバイしています。こうしてこの午後、
添田先生は立て続けに4件の手術をしと成功させました。助けられる命であれば、まあ、時間が遅うが忙しいというのはあまりもう二の次ですね。やれるのにやらないというのはもっと寝つき悪いですからね、やって、すべてやって、今日の夜ぐっすり寝ると。どんな家庭でも小さな家族の健康を守れるよう、手の届きやすい価格で医療を提供しているこの病院で、添田先生は今日も奔走しています。